祭服とは、祭祀の際に神官などが着る服。キリスト教聖職者の衣装のこと。本記事で衝術する。ブルガリア正教会のマクシム総主教。頭にミトラを着用し、胸にはパナギアをかけ、右手には手持ち十字架、左手には剣杖を持っている。ローマ教皇ベネディクト16世。頭にミトラを着用している。 キリスト教における彩服は、キリスト教聖職者が、方神霊、天霊、礼拝の時に使用するための衣装のことである。聖法教会では、キャソック、アルバ、カズラ、ストラ、カッパマグナなど。聖教会ではステハリ、エピタラヒリ、オラリ、ポルージ、フェロン、サッコスなど。教派によって用いる彩服の形状は異なる。特に聖法教会と、 東方教会の相違は大きい。正教会における彩服は、西方協会のものとかなり外観が異なっている。起源が同じものであると考えられ、首からかける帯であるというところには、共通点があるといったストラとエピタラヒリのような例も、あるが、多くは見た目にはほとんど異なったものとなっている。例えば同じミトラでも、西方教会のミトラと、正教会のミトラとでは、 同じ名称を持つ冠とは思えないほど全く違う形状をとっている。以下、教派ごとにその財布と祭りごとに用いられる財布の特徴を象述する。司祭服とは、教会の司祭が彩儀の時に着用する衣装のこと。アルバ、ストラ、カズラなどがある。司教服とは、司教が彩儀の時に使用するための衣装のこと。 司教のみが着服および携帯することが許されている。もので、司教用のカズラ、カッパマグナ、司教ズエ、ミトラなどがある。カトリック教会では4色の彩服がある。色は赤、白、緑、紫。色は季節および祝日によって変更される。これは、教会の暦である、天礼歴をビジュアル的に表現するために決定された。 決定された時期は文献によると1100年代となっている。彩服のみならず、制度内で用いられる布等が同様の色合いで統一されることがある。彩服には、教会歴の次節に従って決められた天霊色が用いられる。両脇の4名はアコライト。中央右側の主教は白色の茶ジブル、金色の主教棒、巻杖を身につけている。 聖公会の彩服は特にカトリック教会のものと似通う。ただし、カトリックで言うカズラをチャジブル、ストラをストールと呼ぶなど、英国教会の流れを組んでいることから、英語発音になっているものが多い。また、訳語については聖公会は、司教ではなく司教が用いられるため、カトリック教会の司教官に相当する司教の被り物には、司教帽の呼び名が当てられる。 聖職者には、主教、司祭、執羊の三つの職位があり、災服もそれぞれ共通の部分と異なる部分がある。また、聖公会の中でもハイチャーチと呼ばれる伝統的な、天礼の形式を重んじる教会と、プロテスタント的な傾向が強いローチャーチでは、慣習が異なったり、教約者個人の考え方で着用に、幅が見られる。カトリック同様に祭り色の規定があり、赤、 白、紫、緑が用いられる。主教には大主教、主座主教、総裁主教等も含まれる。主教は、カラーシャツやキャソックに紫色を用い、胸に届く長さの紐、または、鎖のついたペクトラルクロスと呼ばれる十字架を、首からかける。また、袖口を赤いバンドで留めるゆったりとした白い、ロチェットに、赤、または、黒の竹の長い直起状のローブである。 シミアーを羽織る。また、主教棒や先がゼンマ米のようになった主教杖右手薬指につける主教用の指輪は主教のみが着用を認められている。なお、巻き図と指輪は主教任命式の中で司式主教からする授与される。なお、礼拝時にはシミアーの上からチャジブルやマント状の上着、コープを着用することがある。 司祭は天礼を行う中心となる役割の職位であり、災福は司祭が礼拝等で着用するものが基本となる。礼拝時以外の常服としては、多くの聖職者は、プリーストカラーの襟のシャツに、スラックス、一般的なジャケットを常用するが、キャソックと呼ばれる丈の長い服を常用することもある。司祭のカラーシャツやキャソックには、黒色が用いられる。礼拝時には、 その上に、サーアプリスという薄手の白い服を着用したり、アミスとアルブ、またアミス、アルブキャソックが一体になった、アルブキャソックと呼ばれる白い衣を着用し、ガーターで留め、ストールなどを着用したりする。省営生産式などの正式な礼拝では、ポンチョ状のチャジブルを着用することがある。ストールやチャジブルは、当日の祭り色のものを用いる。 生産式以外の礼拝などの場合はストールを省略したり、スカーフを着用することがある。羊は被災の服装に準じるが、ストールを着用する際に、左肩から右腰に斜め掛けにする。また、清掃時は、ダルマチック、ダルマチカを着用する。ダルマチックは、両肩付近の垂直の2本の線及び、前面、後面に、それを結ぶ2本。 または一本の線の模様がある。聖職者以外にも、自社や聖火隊など礼拝に奉仕する信徒が、アルブキャソックやキャソックとサープリスなどの財布を着用することがある。倍産の補助などを行う信徒奉仕者は、水色のスカーフをつけることがある。ルーテル教会では、祭りごとの色は、カトリック教会のものと類似する。ドイツのルーテル教会においては、 ジュネーブガウンと呼ばれる黒の蝶衣と白の体を着用することが多いが、北欧及びそれにルーツを持つルーテル教会においては、アルバニ、ストラというローマカトリックや聖公会に近い服装が多い。なお、プロテスタント教会では、彩服の色には特に規定はないことが多い。そもそも特定の彩服を用意しない教会もある。ただし、カトリック教会の天礼や東方教会の 方針霊を取り入れるなどしている教会の中には、カトリック、聖公会、聖教会と同様の彩服、祭り色を採用している教会も稀に存在する。ギリシャ聖教会の司教たち。彩服を着た手前の5人のうち、向かって最も右側の人物は、タスクサイ。方針霊時にのみ着用する彩服を乾燥している。方針霊が終わった直後に、 写真撮影などのために財服をすぐには解かないことは珍しくないが、方針礼が終わればすぐに財服を解くのが基本である。左手に持つ杖は、方針礼時に用いる、剣杖。聖正教会の財服は華やかに彩られるものが多いが、こうした財服は基本的に方針礼の際のみに着用され、方針礼以外の場面で着用するのは、写真撮影時などに限られる。 正教会においては、タスク祭以下の方針例における彩服を着用する、奉仕者は、方針例の開始の際に、イタリ聖書にいる最も上位の司祭以上の新品から、祝福を得てから、我が霊は、主のために楽しまんなどの文言で始まる、各種祝文を唱えつつ着用する。着用する彩服ごとに唱える祝文は異なる。司祭と主教は、祝福を得ないところ以外は、 祈祷文を唱えつつ着用するるところは同じである主教の場合は聖堂に入道の直後に、再復着用を聖堂中央で行う、主教着意識が、成果が英体によって歌われる中で行われることがある。聖教会における祭り色、フィンランド大主教、レオ。リアサを着用し、主教品が方針例を行う時以外に着用する、標準的な服装をしている。 ただし日常生活においては、黒ブークはより簡略な帽子に変えられる。ほとんど一般の修道士と異なるところはないが、首にかけているパナギアと呼ばれる丸い飾りは主教のみが着用するものである。左手に持つ杖は方針礼示以外に用いられるものであり、剣杖とは形状が異なる。聖教会においても、細服のみならず、聖堂に使用されている。 布の色も祭り色に統一されることがある。ただし今日見られるような豊富な祭り色の種類は中世以降、西方教会の影響によって採用されたものというのが定説である。それまでも祭り色は西教会にもあったが、より色数が少ないものであったとされている。特に色の豊富なバリエーションはロシア西教会で整備されていった。ただし、 これらの祭り色は厳密に遵守されることが求められているものでは全くなく小さな教会では予算上の問題の制約から最も頻繁に用いる金色と大時に用いる紫色のみを用意しているだけのところも珍しくない。また、西方教会とは色のパターンにおいて多くが異なる。以下に基本的なものを挙げるが、 ロシア正教会ではさらに生真女の祭日に関する色に、民青色と暗青色を使い分けたり、黒色を使うなど、ギリシャ系正教会に比べてバリエーションが豊かに存在する。また、地域によって使う色の慣習が異なる場合もある。ありがとうございます。